チェリーゴルフクラブ、小倉南コースに来ています。今日はですね、ちょっとあいにく昨日から雨でやっと止んできたって感じなんですけども、そういえば雨の日のゴルフってずっとやっぱ違うんですよね。そうですね、やっぱりちょっと晴れの日とはまた違いますね。攻め方違う、攻め方も違うし、道具の使い方も変わる、ちょっと多少変わります。はい、そのあたりをですね、プロ目線でいろいろと解説してもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最初は普通な感じでドライバーで打ってもらいます。これもっと、あとはびしゃびしゃに濡らして打ちますんで、まず普通のドライバー。じゃあお願いします。お願いします。ナイス。ナイスショットでしたけど、これ続けて打ってもらいましょうか。今度ちょっと濡らしてください。濡れたボールに濡れたクラブ、クラブヘッドが濡れて、今わざとやってませんよね。いや、めちゃくちゃ滑りましたね。滑った。はい、ここがこう滑っていくってことですね。そうです。はい、ここでもう滑ってる感覚もわかるんで。あ、はい、そうなんだ。そうです。だから雨の日は本当にこうフェースを拭いてあげる、ボールもちゃんと拭いてあげないと。結構今の滑りましたからね。自分の中でいい当たり、いいスイングしたなと思ったんですけど、完全に右行ったんで。分かりました。はい、じゃあちょっと阿部プロも、はい、これまずは濡らさない状態で。そのまんまですね。まずそのまんま行ってみたいと思います。うん、ナイスショット。ナイスショットですけど、次はちょっとクラブヘッドを濡らしてもらって、はい、ボールも濡らしてもらって、はい、びしょびしょで打ってください。はい、はい、まずクラブ濡らして、はい、ボール濡らしてもらって、はい、ありがとうございます。びしょびしょなまま行ってみたいと思います。これまあまあうまく打てた方ですけどね。はい、ちょっとやっぱ滑っているような感じがする。そうですね、こう今のとかど真ん中なんですけど、こう打った感じはちょっと、あ、やばっていう感じはありますね、やっぱり。で、瞬間的に自分で調整してる感じはある。調整して、ちょっと、うわ、右かなと思ってボール見て、あ、よかった、まっすぐ行ってるっていう感じではある。はい、でもやはりそういう意味では、まあ、アマチュアの方はそこら辺をきっちり気をつけた方がいいっていうのは。そうですね、ドライバー打つ、ティーショット打つときはもう必ず、まあ、こういうところで拭いたりとか、うん、本当にこう拭いてから構えてる。ちなみになんですけど、グローブは雨の日にゴルフやるときにいくつぐらい持っていかれますか？難しいですね。まあ僕はでも4枚ぐらいは。まあでもそうですね、4、5枚は常に入ってるんで、あ、まあちょっと濡れてきたら僕は変えます。はい、ってことはやっぱいつも1枚しか入れてないっていう人はダメってことですね。何枚かは用意してから、その準備はしといた方がいいと思います。わかりました。じゃあちょっとセカンド地点でもまた教えてください。はい、セカンドショット、はい、大体ここから130ぐらいのところで行ってもらおうと思うんですけども、はい、普通130だと平常時は何番アイアン？そうです、ピッチングぐらいです、ね。うん、僕もピッチングですね、ちょうど。はい、雨だとやっぱ変わるんですか？そうですね、まあ、雨だとやっぱりコンタクトも少しこうダフりやすい、水があるんでダフりやすいこともあったり、やっぱコンパクトにスイングしたいので、まあ、一番手上げてコンパクトにスイングすることをやっぱ心がけますね。フルショットじゃやらない？あんまりこう目いっぱいは振らないです。一番って大きいの持って、うん、まあ7割、うん、それぐらいの感じですね。あ、雨の日のそれは一つの対策ですね。そうですね。じゃあ例えばこれはここ今ミドルですけど、これロングホールだとしてたらセカンドでユーティリティとかウッドとかを持つようなケースでも要するにフルショットはしない。うん、しないですね。当てに行くじゃないですけど、ほう、本当にコンパクトに、うん、そこを一つ番手上げる可能性もあるということですか？そうですね、まあ、刻みに行くので距離を、残りの距離どれぐらい残したいかっていうのにもよりますけど、基本的にはフルスイングはしないですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと打ってみてください。それでは最初はワン打つピッチングで打ってください。30ヤードは大体ピッチングなんで、ピッチングで割とフルショットに近い感じ、はいはい、ピッチングでいきます。もうちょい手前、ちょっとやはり髪毛ね。そうそう、当たるときにやっぱ水も含んじゃうんで、やっぱ飛ばなかったりとか。で、逆にめちゃくちゃ刺したらフライヤー気味に飛ぶ人もいるわけです。逆に飛びすぎるっていう、はい、僕はあんまりこう上から打ち込めないタイプなんで、逆に飛ばない方が多いです。じゃあこれを9番で
そうです。もう7割ぐらいで、7割ぐらいで打って、はい、で次9番屋でいきます。はい、うん、うん、ナイス、うん、ナイス、おはようございます。やっぱこっちの方が目いっぱい振らなくていいんで簡単です。無理なく振れるってことですね、はい、100% じゃなくて本当に7割ぐらいで振れるんで。わかりました。じゃあちょっと阿部プロもまずピッチングから、ピッチングから、はい、はい、ピッチングからいきたいと思います。持ってます。ちょっとやっぱ短めですね。そうですね、ちょっと不安があるっていうんですかね、フルスイングすると、まあ、下も緩いですし、まあ、ダフりたくないんで、まあ、今結構うまく比較的打てたと思うんですけど、まあ、それでもちょっと薄いんですよね。ちょっとやっぱガツといけないっていう感じです、はい、じゃあ今度は10番アイアンで、はい、7割ぐらいいきます。まあ、僕の場合は9番だと、まあ、ピッチングだと普通にこう握ったんですけど、9番だとやっぱコンパクトに振りたいんで少しだけ短く持ってコンパクトにいきたいと思います。あ、はい、こんな感じでいきます。やっぱ、はい、こちらの方がちょっと球強い感じですかね。そうですね、強くもなりますしコンパクトに振ってる安心感もやっぱり自分の中でもあるので、まあ、比較的こっちの方が対応しやすいですね。よく分かったんですけど、あの番手を上げて打つっていうことも含めてね、はい、ただ雨の日はアイアンのフェースも拭いてからやった方がいいです。そうですね、やっぱ溝があるので、はい、濡れてると多少影響されやすいので、しっかり拭いてあげる。なるほどですね、うん、結構細かいところに気使うとやっぱ違いは出るんですね。出ます。本当にもう芝ついてるだけでも変わりますし、芝ついてるだけで、うんうん、ちゃんと打つ前はちゃんと掃除してあげるじゃないですけど、ちゃんと小さいことの積み重ねですよね。 やっぱりもうめちゃくちゃ大事なんで、こう雨の日とかは特に、うん、分かりました、うん、じゃあ次行きましょう。まあ、グリーン近くまで来て、ここからアプローチで寄せたいと、はい、だもう雨の日だともう下がぬかるんでるから、うん、はい、ここからざっくりしたりなんだで、もう僕ら本当辛い思いするんですよね。どうしたらいいんだろうっていうと、いろんなパターンで教えてもらいたいんで、はい、ちょっとよろしくお願いします、はい、でまずエンドップのこちらよくあるパターンです。下ぬかるんでます、はい、普通なら58とかでいいですよ。そうですね、普通だったらもう58なんですけど、はい、まあ、ちょっと雨降ってて下がぬかるんでるんで、僕だったらちょっとロフトが立ってるクラブ、例えば、まあ、ピッチングとかじゃなくてもう本当に極端に、まあ、3番アイアン、3番アイアン、ユーティリティですね。一般の人だったらユーティリティかもしれないですけど、ちょっとそれ、まあ、僕今ユーティリティじゃなくて中空型の3番アイアン、はい、じゃあその3番アイアンちょっと貸してください。あ、この中空型ですね、はい、なるほど。これを僕はパターのように、パターのようにってこういう感じ、もうパターのストロークするような感じで打ちます、うん、もう強さ加減は、まあ、自分のイメージです、まあ、はい、イメージで、でもうロフトが立ってる状態で入るので、はい、絶対こう前にはこう駆け上がってくれる、転がってくれるので、はい、まあ、あとはもうイメージ、ちょっと一回やってみてください、はい、きます。おー、うまい。もう普通に転がすんですよ。もうそうです、もうこうやってバーンって打ったりしないです。もうパターンみたいにストロークするって感じです。こう、お、振り幅を決めて、なるほど。これやはりシェイクバックとフォローは同じぐらいですか。もう一緒ぐらいです、はい、もう本当にパターンと一緒。これを変に加速したりするとピャンって飛んでいっちゃうんです。もうゆっくり手首とか使っちゃうと前に飛びやすいんで、もう本当にパターンでこうゆっくり、でもロフトがもう立ってるクラブなので絶対前には転がってくれる。なるほど、めっちゃ簡単ですけど、まあ、ユーティリティも一緒です。ユーティリティでもだから3番アイアン入ってない方って結構いらっしゃるんで今は、はい、だったらユーティリティとかで全然、はい、全然大丈夫です、まあ、むしろクリークぐらいでも、クリーク短く持つんですか。それはもうその代わりもう目いっぱい短く持つんです。シャフトまでは持たないですけど、わかりました。あとパターじゃなくてあえてこう3番アイアンとかでやる理由とかも教えていただきたいです。こうパターじゃないのはここが結構長いのでエッジまでの距離が、でパターだとやっぱり芝に加わりやすいので全然前に進まなかったりとかするので、それだったらロフトの立ってるクラブでした方が、なので前に
絶対転がってくるの。パターってロフトがあんまりないので、芝の抵抗を受けやすい。なるほどね。だったらもう20度ぐらいなんですけど、の方がやっぱ前に飛んでくれるので。ちょっと上を向いてるもんね。そうです。あの、絶対芝の抵抗を受けずに転がってくれるので。だったら、僕はパターよりこういうロフトが立ってるクラブで、まあ、パター感覚でアプローチする方がミスは。これあの、細かいことですけど、逆目、順目は関係ありますか？いや、あんまり関係ないですね。あんまり、はい、気にならない。これがもし向こうぐらいのピン位置だったら、うん、もう本当アプローチとかですけど、選択肢52度とか。ああ、向こう側だったらですね。はい、この近いので、うん、やっぱ52度だとそこに落とすと前に転がってピンオーバーしちゃうとか、結構難しいので、それだったらこういう、もうパターに近い感じで触れた方がよりやすい。なるほど。はい。わかりました。ファビプロ今回は、はい、まあ、バンカーギリギリって感じですけど、ちょっと下に砂が入ってる。はい、そうですね。本当にもう雨の日、こういうところからざっくりどれだけ下か分かんないんですけども、はい、どうされます？そうですね、まあ、晴れの日だったらですね、はい、まだこう濡れてないので、はい、まだちょっとこう砂があっても多少滑ってくれるので、はいはい、まあ、それでもサンドウェッジは難しいので、9番アイアンでいつもだったらやるんですけど、まあ、こんだけ濡れてるとですね、本当9番アイアンでも少しこう噛むとちょろっていうことがあり得るので、もうちょっと半分乗ってくれればいいっていう感じでパターで、あの、行きたいかなと思います。ここからパターですか？はい、そうですね、やっぱりこれはですね、もうかなり 難易度が高いので、あのぴったりっていうのは正直あまり望めないので、本当にミスを最小限にっていう形で意識してもらったらいいかなと思います。ちょっとお願いします。はい、はい、すみません。じゃあちょっとパターでいってみたいと思います。はい、こんな感じで、もう次パーパットが打てればいいかなというイメージですね。確かに安全って言われると安全ですね。そうです、もうかなり安全な、まあ、とにかく乗るのは乗るかなっていう。プロではああいう選択をやはり逆にするんですか？そうですね、やっぱりリスクをとにかく減らしたいっていう、特に雨の日はですね。逆にアマチュアの方がああいうところでパターじゃないでしょって言ってウエッジ持って失敗してるような感じがしますね。そうですね、そうですね、そこでやっぱ一打変わってくるので。じゃあですね、まあ、日頃だったらそこら辺から打つんだったら、まあ、当然58度とかで打たれるじゃないですか、はい、で雨、同じ58度で打つにしても雨の日だったらちょっと打ち方が変わるとかいうのはありますか？うんうん、やっぱ多少変わってきますね、うんうん、はい、じゃあちょっとそこを教えてください。はい、お願いします。まあ、日頃は普通に構えて打つって感じですよね？そうですね、まあ、普段、まあ、僕は60度を、はい、使っているので、もう晴れている日でこのライがいいところだと、まあ60度で、まあ、ちょっと上げてというか、まあ、それなりの球の高さを出しながら、まあ、寄せていくことが多いですね。はい、ちょっと開き気味ですか？多少ですね、はい、ちょっと日頃の打ち方一発打ってもらってもいいですか？やってみましょう。はい、はい、じゃあ雨の日の打ち方というのはどう変わりますか？はい、雨の日は、うん、あの今のもそうなんですけど、今のだと、まあ、普段だと乾いてるのもうちょっと滑ってくれて、球ももうちょっと飛ばなかったと思うんですけど、はい、やっぱちょっとこう濡れてる分刺さるんですよね。引っかかりますよね。引っかかっちゃうので、はいはい、もう初めから引っかかるの想定で右に置いて、上からこうコツンとやってボールをちょっと転がしていくようなイメージでいきたいと思います。はい、はい、お願いします。まあ、普段は真ん中ぐらいに置いて少し開いてこうバンスを当ててこう滑らして打つんですけど、まあ引っかかりやすいので、もう最初から引っかかる前提でボールに少し近く立って、フェースも多少かぶせ気味ですね、かぶせ気味でもう上からコツンといきたいと思います。うん、こんな感じですね。手前からですね。はい、あのスタンスはもう狭くて、あのオープンとかではないんですね。そうですね、あのスタンスは狭くというイメージはないですけど、ボールの位置がちょっと近くなりますね。あ、はいはいはい、はい、なるほど。そうですね、近く立って、まあ、普段よりもこう遠いよりは近い方がクラブがこういう動きがなくなるんで、このまんま動いてくれるので、近く立ってもう上からコツンって打つ感じですね。ちょっと遠藤プロも、はい、遠藤プロは普通に打つときは、僕は逆、阿部さんとは全く逆、もう本当真逆ですね。普段は結構差し気味に打ってアプローチするタイプなので、うんうん、差し気味ってことするとボールを右寄りに置くと、右で、そうです、で上からパンってこう打つタイプなんですけど、うん、雨のこういうぬかるんでるときは逆で、僕はフェース開きます、ちょっとだけ、はい、開いて、はい、左足の方に置いて
ボールだけすくう感じです。ここを滑らしながら、すくいながら。左足寄りの、ね、はい、普段刺すんで、ぬかるんでるときは余計刺さっちゃうんですよ、僕は逆に。あー、なるほど。それでちゃっくりとかが多いんで。でちょっとまず普段の打ち方やって、はい、見ていただきますね。で、今度は雨の日のいつもこんな感じなんですけど、雨でちょっとぬかるんでるときは結構これぐらいフェース開いて、結構開いてますね、うん、で、左足をぐらいのところにボールをセットして、でちょっと刺さったんですけど、それでもやっぱ開いてるんで、こうバウンスが助けてくれるんですよ。それでこう前に飛んでくれる。これ人それぞれやっぱりあるんでしょうかね。日頃どういう打ち方するかも違うでしょうね、うん、そうです。クラブにもよるかもしれないですよね、こうバウンスの形状だったり、うん、でもとりあえずそのアマチュア的に言うと、やっぱ刺さったら雨の日はダメだから、うん、やっぱ刺さらないようにはどうしたらいいかっていうことを自分なりに考えるんです。やっぱ抜かれてたらちゃっくりとかしやすいんで、うん、トップっていうよりかはちゃっくりが多いんで、うん、じゃあ例えばなんですけど、これぐらいの距離だったら転がせるっていうクラブがあったらもう転がしていい。全然転がしがいいですね。パターで乗せてでもいいです。あとはひょっとしたらユーティリティとかでちょっと距離あるから、うん、みたいなのでも全然 OK ですね。全然 OK です。晴れの日以上に雨の日はそういうことは、そうです。とにかくリスクを避けるっていう感じですかね。100点を求めるよりは赤点にならないようにやっていくっていうのが雨の日ですかね。雨の日ってプロの場合はよほどひどくない限り中止にならないじゃないですか。ならないですね。ならないですね。でも雨の日にスコア出すタイプとそうじゃないタイプいません？うん、なんか雨でもやっぱりゴルフが変わらない人、まあ、変わるんでしょうけど、あんま影響されない人とかもやっぱいますし、うん、それどんな人なんですか？どんなイメージ？いや僕はなんかダウンブローにこう入れちゃんと入れれる人はやっぱり雨の日でも飛距離があんま変わらないアイアンとか、ああ僕だと結構ダウンブローに入れれないタイプなので、うん、結構ボールが水に含んだ状態で当たっちゃうんで、うん、飛ばなかったりとか。俗に我々が言うことはしっかり打ち込める人は、まあ、あんまり変わらない。あんまり変わらないと思います、まあ、グリーンは止まりやすいですよね。止まりやすいです、はい。ってことはやっぱ狙っていくときには割とピンをデッドに狙っていくんですか？普通よりも。でもやっぱ雨の日になんで、やっぱこうデッドにデッドに攻めていくっていうよりは基本的にはみんなちょっとセーフティーに行く方がどっちかというと多いかなっていうイメージはあるんですけど、その中でもやっぱり今健太が言ってたみたいにしっかりボールをこうコンタクトできるタイプの人っていうのはそのセーフティー度合いが多分違う。あまりこう苦手な人はやっぱりかなりセーフティーに打っていくし、それができる人はまあセーフティーはセーフティーでもまあちょっとセーフティーに行くっていうぐらいで、まあそれのその自信もあるでしょうし、そういった意味ではパーマチュアはセーフティーっていうのをよく考えた方がいいと、ね、とにかくリスクを避けるゴルフの方がいいと思います。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。